さ、これで全員揃ったわね。それじゃあ恒例となりましたつぐみ寮寮生会緊急総会を開催したいと思います。みんなはあんたを1時間以上待ったんですが、何か申し開きは？意義はないようだから始めるわよ。まず最初の議題は、お腹が空いたんじゃなかったの？そうだけど、ではまず本日入会の新会員による乾杯の音頭から。声が裏返ってますよ。本当に焦ってたね。今涙目になってるし、渡る後ろだよ。それじゃみんな飲み物持って起立。本日付で私たちのつぐみ寮に新しい仲間がやってきました。それじゃあ自己紹介だぞ。はい。
今年の春からこの島に来て、そして皆さんと同じ高水賀学園に通ってて。それでいろいろあって、皆さんと同じこのつぐみ寮に一緒に住むことになって、だからって言っていいか。私すごく嫌なやつやってて、自分が抱えた嫌なことただ周りにぶつけて、それで近くの人たちまで嫌な気持ちにさせちゃって。沢木、差し伸べられる手を引っかいて、けどそれは近づく方が悪いって信じてもいないこと信じて。うん、寂しくて悲しくて悔しくて、だから寂しさに慣れたくて、悲しさに麻痺したくて、悔しさを受け入れたくて。沢木先輩、好きなもの全部なくしたって思ったせいで、好きになりそうなもの全部なくしそうになって、こんな会話の中に自分を置くなんて許されることじゃないけど、ごめん。何言ってんだか、私つもりよ、わたる。それがどうしたのよ。避けるに決まってるでしょ。武器を確保、目標は言わずとも分かってるわよね。星野、ね、ちょっと助けて。
とう、ありがとう。ミア、そろそろ反撃しなさい。あの忌々しいギプス男を集中砲火よ。隊長、武器を奪われます。あんた、お嬢様のくせに口ばっかの役立たずね。だってだって、こんな状況普通は一生に一度もありませんよ。大島、今度こそ覚悟。先生、そこ違う。シズは？シズはどこ？な、背後に気をつけて。渡る撃沈。あ、先輩の後ろでした。あんたに言われたくないわ。大丈夫、大丈夫だよ。もうすぐジュースなくなるから、あとほんの少しの辛抱だよ。痛くてひどい格好になっちゃったけど、あんまりにもくだらなくて、とんでもなくバカバカしくて、だけどこんなにも楽しくて信じられないくらい嬉しい。ようこそつぐみ寮へ、さらきリンナさん。私たちはあなたを大歓迎します。よろしくお願いします。なんだはないんじゃって、今のでよくわかったね。それに？
惚れちゃダメ？私が悪かったって言ってほしいな。教わってないんだもん。あのね、リンナちゃんとね、お風呂に入ったよ。二人ともびしょ濡れだったから、ナオコさんに一緒に放り込まれちゃったの。背中流してあげるって言ったら、恥ずかしいって断られちゃった。話が聞けたよ。リンナちゃんの子供の頃のこととか。彼女ね、実は子供の頃島に来たことがあるんだって。私もいろいろなこと話した。島に引っ越してきた時のこととか、ワタルと出会った時のこととか、1年生の頃のこととか、去年まであった男子寮のこととか。あ、学園祭の話も。うん、1時間ずっと浸かりっぱなしで、ほら、指先なんて。これでとうとう、みんな、一緒だね。ねえ、わたる。一緒だよね。もう誰もいなくならないよね。そんなの分かってるから、今は言わなくていいよ。
離れることが分かっているから後悔するかもしれない。きっと後悔する。後になってじわじわと痛みが増してくる。絶対に。でも今はこの本当に気持ちのいいぬるま湯に浸かる贅沢を許してほしいと思ってる。ね、渡る、それでいいよね。怪我してるし、いいよ悪いもん。
この青空に約束を。Thank you.